すごい壮大な気持ちになるっていうか、悩み事もケロッと吹っ飛んでいくので、ヨナゴ最強。今日米子市の公式 YouTube チャンネルで公開された動画、映像には米子市出身で東京オリンピック女子ボクシングフェザー級金メダリストの入江聖奈さんが米子城跡を登る姿が。壮大な気持ちになるっていう。市役所では動画の完成発表があり、市長に話を聞くと、米子城跡がですね、この日本最強の城に選ばれると、何かこう米子という立場から発信することができないだろうかということで、最強のボクサーである入江聖奈さんがプロモーション、米子市の魅力などを語っていただく、そういう情報発信の動画を作成させていただいた。絶景最強の城と最強ボクサーがタッグを組んだ PR 動画、米子市が生命保険会社の協力のもと制作し、30秒の動画の中で入江さんが米子城跡からの絶景を眺めながら米子市を PR します。そういうところが好きです。東京から帰ってきたら、なんだろう、鳥取県の自然を全身で感じることができる素敵な場所で、唯一無二の場所だと思うので、はい、もうそういったところがやっぱり一番の魅力かなと思います、はい。ちなみに入江さんは来月から東京農工大学大学院で大好きなカエルについて研究していく予定で、機会があれば絶景最強の城米子城に生息するカエルも探してみたいと意気込んでいます。